60周年記念調布市民文化祭について実行委員長の高岡さん、副実行委員長の竹野さん、加藤さんの3人に今回はお話を伺っていきます。皆さんよろしくお願いいたします。60周年という歴史ある文化祭ですが、加藤さん、今年の開催期間はどのようになっていますか？はい、平成27年10月17日土曜日から11月15日日曜日です。東部、西部、北部公民館で行われる地域文化祭は1週間開催期間があります。10月24日から11月1日の1週間開催されます。全体ではおよそ1ヶ月も開催されるんですね。そうですね、たくさんの会がありますから。この市民文化祭、参加できる種目はどれくらいあるんでしょうか？そうですね、展覧展示部門7団体7種目です。そして大会発表部門19団体の19種目あります。かなりの種目があって賑やかになりそうですね。そうですね、参加したいと思われた市民の方、どうすれば良いんでしょうか？毎年7月20日号の地方に、参加要領が書いてございますので、ご覧いただくようにお願いしたいと思います。この文化祭は個人一人でも参加できるんでしょうか？はい、できます。展示部門では絵画とか書道、写真、工芸美術、それから発表部門では囲碁とか将棋とかが参加できます。そして先ほど発表された展示発表29種目の中で申し込み人数が制限されている催し物などもあるんでしょうか？はい、ですね、文化会館田作りくすのきホールで開催の歌謡発表会です。これは朝10時半から8時頃までやるのですが、大勢の方がたくさんいらっしゃるので2コーラスしか歌えないんですけども、なかなかたくさんの方、すごく盛況があってたくさんの方に来ていただいて歌っていただいています。催し物ごとに参加費が違いますが、この参加費はどういったことに使われるんでしょうか？それは当日の司会者さんの謝礼とか、それから照明さんとか、肥料を作ったり、あるいはビデオを写していただいたり、写真を撮っていただいたり、弁当代とか等に、使用されております。はい、でその内容につきましてはきちんと精算して、文化協会の方に報告をすることになっております。なるほど、すべてこの文化祭を盛り上げるために使われているということなんですね。では最後に高岡実行委員長に伺いたいと思います。はい、お願いします。この調布市民文化祭60周年ということですが、60年間続けてこられた理由は何だとお感じですか？これは行政とそれから一般市民の信頼関係が構築されているからこそ成り立っていくものだと確信しております。特に私どもの、所管でもありますこの文化会館田作りやグリーンホールを管理運営いたします公益財団法人調布市文化コミュニティ振興財団、この職員の方々が本当に親身になってやってくださる。で、私たちの言うことを聞くんじゃなくって、私たちの相談に乗っていただいて、ああしようこうしよう、そうした信頼関係が長いこと続いているからこそ60年続くんだと思います。これは行政だけでもダメ、市民だけでもそんな60年は続くもんじゃないと思って、私は非常にこれは自慢できることではないかと思ってます。本当に地域の皆さん、行政が連携して、信頼関係があるからこそ続いてきた文化祭なんですね。はい、そうです。その通りです。これからも長く続いていくといいですね。はい、はい、もうもちろん100回までは行くと思いますよ。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。調布市民文化祭について、実行委員長の高岡さん、副実行委員長の竹野さん、加藤さんの3人にお話を伺いました。